はい、歯磨き好きな俺の、くちゅくちゅ動画、今回は、こちらです。Amazon で、絶大な評価を誇るこちらコンクール F でございます。こちらの、会社はウェルテックという会社で、薬用マウスウォッシュ、虫歯、歯肉炎、歯槽膿漏の予防、口臭の防止にと書いてあります。で、これ 100cc で大体1000円ぐらいします。で、100cc で1000円ってめちゃくちゃ高えじゃんって。リステリンは1リッターで1000円ですからね。この10倍なんですよ。で、ですがこちら、水と、混ぜることが前提なんです。で、ここに書いてあるんですが、ご使用方法が水を約 25cc から 50cc、かっこコップに約8分の1から4分の1に、これ本剤を5滴から10滴、添加し、よくかき混ぜて1日数回洗口してくださいと書いてあります。で、俺が、これはね、確かにすげえんですよ。何がすごいって、100ml で、まあ、何滴は入れられるかなんですね、結局。で、だから、リステリンとかは、その効果を濃縮することはできないんですよ。1リッターでそのままで売ってますから。でもこれは違うんです。つまり、やばかったら、もう10滴とかどころかもう20滴ぐらいブワー入れて、濃度をね、自分で調節できると。で、俺がいつもやってるのが、これ歯磨きの終わった後ですね。歯磨き終わった後に、こちら。これカクテルでよく使うメジャーカップなんですけど、ここがですね、線がついてて、これ 20cc なんです。これ 20cc をですね、こういった皿に開けまして、で、これを、いつもやってるのがこれ10滴です。20cc に、対して10滴というかなり濃度高い。これです。あ、飛び散った。だから濃度がね、自分で変えられるっていうところがすごいんです。うん。で、これを、混ぜます。これを混ぜて、はい。まあ、若干、緑色。これを、口に含んで、くじくじやって終わりと。いただきまーす。乾杯。これはね、今までリステリンを2つレビューしてきましたが、圧倒的に、すごいのが全く辛くない、ちょっとだけミントっぽいのが、感じるんですけど、歯磨き粉のね、まあ、ミント味みたいなのあるじゃないですか。あれの、多分3分の1ぐらいのミント感です。非常に少ない。弱いと。うん。弱いので、もうこれは、あれなんですよ。うん。非常にコストパフォーマンス的にはすごい優れてる。だから 100ml あって、普通に使うんだったら5滴ぐらいでしょ。1日5滴5滴で10滴です。1日10滴なんで、まあそれがどれぐらいの重さなのかわからないんですけど、少なくとも、
まあ、五滴だから、いや、十滴だから、まあ、0.5 グラムちゃうか？これ測りますか、もう。測ろうぜ。これ最近測り持ってきたから。測りあるから。測りありますね、測りますよ。いいっすか？最近、0.1 グラムのね、測れる測りがあるんで、こちらです。タニタの、ね、タニタさん有名な、ね、タニタさんのこれ 0.1 グラム単位で測れるというものでございます。こちらで、10滴でやってみましょう。1日2回だから、2回大体。ね、で、まあ5滴、10滴って書いてるからね。で、こちらに置いて、しばらくして、ゼロにする。そして、こちら。入れますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10滴なんと、こちら10滴で、0.4 グラムです。0.4 グラム。つまり、1滴あたり 0.2 から、まあ、これが、怪しいですけど、まあ、0.4 か6、5でしょ。0.4 が5だから、まあ、0.、まあ、1滴あたりね。1滴あたり 0.04 か5グラム。まあ、10滴で 0.4 ですから。10滴で 0.4 ってことは、1日 0.4 でしょ？ 10 日使って4グラム。100日で40グラム。こっち 100cc ですから、まあおよそ100グラムでしょ。100日で40ってことは200日で80。250日使えるということです。つまり。すごないこれ。まあ、実際に効果があるかどうかは知りませんけど、まあ、毎日やってるんだけどさ、使ってんだけど、まあ、今んところあんまりよくわかんないんで、はい。ということで、まあ、うん。まあ、非常に、コストパフォーマンス的には非常に高いというか、非常に、濃縮させて使えるからね、さらに。だから、症状が悪ければ、自分で、濃さを調節できるわけですから。うん。まあ、焦げればいいっていうもんでもないのかもしんないけど、まあ、でもあれですよね。経済的ではありますよね。うん。おおよそ250日使える。という計算です。うん。まあ、こちらも、でもまあ、全くもって、刺激がほぼほぼない。ほぼないです。本当に。ガム噛むよかも、全くしません。だから、お子さんとかね、まあ女性の方とかも、にもおすすめできるんではないでしょうか。まあ1本1000円ぐらい。でも250日分使えるということを考えると、非常にコスパは高い。まあだが、まあこれは液体歯磨きではなく、洗口液と呼ばれるものなので、歯磨きの終わった後に使うものだということです。だからリステリンのオリジナルと同じですね。うん。まあそういった使い方をするということです。うん。で、効果がわかんないんでね。現時点で効果がすごいのかもわかんないんですけど、まあ少なくともAmazonで1000件以上のレビューがあって、まあ非常に高評価なんですよね。まあ、とりあえず三つ星ぐらいでいいでしょう。うん。リステリンオリジナルはね、マジでね、あれ効いてると思う。多分。俺の中で。ものすごい、刺激が強いんで。
で、口がさっぱりするといえばさっぱりするんですよ。だからまあ効果はわかんねえから三つ星か四つ星ぐらいだろうな、多分な。まあでも、リステリンの、トータルケアプラスよかは多分コスパははるかにいいと思いますんで、まあ四つ星にしようか。四つ星。ご視聴ありがとうございました。